アウグスト・ユンケルはドイツ出身でアメリカ合衆国と日本でも活動したバイオリニスト、指揮者。親とい外国人として東京音楽学校の音楽教師となった。1868年生まれ、ケル音楽院でヨーゼフ・ヨアヒムにバイオリンを指示。1890年にベルリンフィルハーモニー管弦楽団の第一、バイオリン奏者として入団。 1891年から1897年まで、渡米し、シカゴ交響楽団などで、バイオリン奏者を務めた。1899年来日し、東京音楽学校教師として1912年まで、バイオリンと還元学の教育にあたり、瀬戸口東吉、安藤美幸、滝蓮太郎、小松光介、東義哲三郎、三浦玉木、富山国彦、山田耕作、 新寺、清竹内平吉、沢崎貞幸、杉山生を、畑の福太郎、篠崎広志ら多くの音楽家を育てた。1913年に、君二等随法賞を受賞。アーヘン音楽大学教授、アーヘン室内公共楽団指揮者として、活動の後、1934年再来日。以後、武蔵野音楽学校教授となり、 晩年まで指導に当たった。再来日後も新交響楽団、小畜交響楽団などの演奏会で指揮。1944年東京にて指去。ありがとうございます。